僕、この間ゼノのこのラインパンツを買って履いてみたんですよ。でなんかオーバーサイズピタッと履きたい方はワンサイズ下を選んでくださいって記入してあったんで、僕普段このリフトの M がもうぴったりなんですよ。でこれでいったらだから最後が S しかないんで、一番下がね、ゼノの一番下がサイズがないんで、でゼノのラインパンツすごくかっこよかったんで買ってみたんですよ。でぴったり履きたいんで S にしたんですよね。なんで、でちょっとサイズが全然違かったんでちょっとね履いて見比べてみたいもらいたいと思うんですよ。これスタンダードなリフトのやつね、もうケツもぴったり、うん、でちょっと着替えてみます。でこんな感じなんですよ。でチャックが結構でかくて、まあこんな感じなんですよ。ちょっと若干ここら辺に余裕があるんですよ。まあ何回かゼノ出しの動画出してるけど、かっこいいはかっこいいんですよ。だからもう M サイズリフトの人はもう S 履くしかないです。結構ここ余裕あるんですよ。ここら辺とかあります。これワンポイントが結構かっこいいんですけど、まあこんな感じです。これちなみにユニクロのオーバーサイズエアリズムコットン T シャツが XL なんですよ。でもこんな感じでかっこいいと思うんですけど、ちょっと余裕がある感じで思ってもらった方がいいです。ぴったりにはそんなに体型によるんですけどならないと思います。あ、ごめんなさい、全然聞こえてなかったですね。ぴったりこれぐらい余裕、ちょっとシワになる程度だから、リフトの L と M の間っていう感覚です。 L もリフトの L も履いたことあるんですけど、リフトの L よりはここら辺ピタッときます。だからリフトの M の人は S が、まあ、無難です。以上です。現場からお伝えいたしました。